並みな表現をするのなら、次元を超えたウルトラスーパーハイパーテクニック。真ん中ずっと行きますけど、どうですか。うわジロピリクは鳥肌立ってます。先生は技じゃないんですよ、なんかマジックみたいな。ますます美人になります。適当に触っても同じような効果が得られる、再現性が非常に高いっていうのがアメージングですよね。ある一点だけを調整すれば解放へ向かっていくポイント、頭蓋骨の核です。核を制するということは人体環境を制するということなんです。ああこんな方法があるのか、15年間何やってたんだって触れてるだけで何もしてないって感じなんですけども、結果が出ちゃうっていうのはもう奇跡みたいなもんですね。比べることができないぐらい別次元のまた別ジャンルのものなのかなっていうのは感じました。かかった時間はわずか30秒、何が起こったのかもわからないうちに全身が勝手に治っていきます。